どうも、ヤドです。今回もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、どんな方でしょうか。はい、4級の方ですね。嬉野流がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、お相手は先手番ということで、しっかりですね、飛車先を受けておきたいと思うんですけれども、さあ、ここは歩を打っておきまして、で、こちらも歩をですね、進めていきたいなというふうに思うんですが、これはあれですか？なんか、アヒル的な何かですか？これ。ちょっとアヒルっぽく見えますね、なんか。これアヒルなので、許せないっていうことですね。はい、簡単に言うと、許しちゃいけない戦法、アヒル囲いに対してちょっとどういうですね、4級か、お相手。4級が繰り出してくるアヒル囲い。はい、どんなアヒル囲いなのか楽しみで仕方がないんですが、4級に負けた時の、達成率の持っていき方を考えると、もうゾッとしかしないので、まぁ、ちょっとですね、ちょっと、ここはですね、ゴリゴリに気を引き締めていきたいなというふうに思っております。いや、マジで、いや、ほんと、マジで、4級に負けるってなると、達成率がほんとやばいんで、死んでしまうんで、ちょっとですね、頑張っていかないといけないなと思うんですけれども、まあ、今のところですね、この強者を取れたりですとか、結構隙が見えるんで、まあ、ああ、なるほど、銀打ち込んでくると、もう銀打ってきちゃうんだね。はい。まあ、それに対しては、まあ別に、別にみたいな感じかな。金上がっといて OK かなと思いますが、いかがでしょうか。はい。で、まあ、こっからですよね。こっから、ちょっとどういう展開で勝負していくのかということなんですが、まず、飛車が慣れると。まず飛車が慣れる。で、ここに銀が打てる。ここに銀打たれて、竜死なね。ちょっと待って。丹波。一回丹波。あれ、丹波ってなかったっけ、将棋って。将棋って丹波ないの？嘘。聞いてないんだけど。聞いてないなぁ。丹波あると思ってた。丹波ありかと思ってましたけど。ないんだ。へぇ、そうなんだ。角打って。まあ、とりあえずね、これ、馬なっておきますか。はい。で、ここで金打っておいて、これはまあ何でもないから、一回、桂馬打っておいてですね、これ、何でもないって言ったけど、何でもないよね。何でもないよね。これ、大丈夫だよね。大丈夫だよね。1分30秒。銀打つのかな、これ。銀打っといて、まあ問題ないような気がしてますけどね。問題ないような気がしていて、これは、だから金から、まあこれ早逃げするしかないですよね。はい、早逃げしておいて、で、一回これやっといて、で、とりあえず飛車打ち。はい。に対して、この馬引きで積んでますね。はい、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。どうも、ヤドです。今回もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。お相手1級の方ですね。三間飛車がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、これは、相掛かり戦になるのかなと思ったら、これはどういう形になるんでしょうね。まあ、相手角道開けてきてるということなので、まあ、一回ちょっとこちらも角道を開けながらやっていきたいなというふうに思うんですけれども、一回角交換しておいて、はい、角代わりやっていきたいと思います。まあ、私としては珍しいですね。角代わりみたいなことを、やっていくということ自体。さあ、こっからなんですが、一回端歩ついておきまして、で、ですね、まあこの銀ちょっと上がっていかざるを得ないかなというふうに思っているんですけれども、まあ、
まあ、ここですね。ここで早めにちょっと銀交換しておきたいんですよね。ちょっと銀交換しに行きましょう。銀交換した時にちょっとビッグチャンスが訪れる可能性があるんで、ちょっとそこだけですねやらせていただきたいなと思っていて、まあ、それがねちょっと成立するかどうかという感じなんだけど、これは成立するのか否か、ちょっと誰か教えてほしい。さあこれはですね成立するかも、成立しますね。これはここの角打ちがですね、なんでしょう、まあ肝なんですよね。まあ意味としては、意味合いとしてはこの金ぶった切っていきますよっていう意味合いで、でここで竜が成れるっていうので、で相手がですね受け駒がですねないんですよ。角2枚でしょ、角2枚で、でこの金取れるんですよね。この角、あ、この金取れて、この銀も今七駒になってて、でこれに対してはい、詰みになりますね。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて。